はいどうもこんにちは、フーガーです。今回はアサシンクリードオリジンズをやっていきたいと思います。はい、やっと来ましたね。2年ぶりの、アサシンクリードクロニクルから2年ぶりですかね。シンジゲートから数えると2年ぶりなんだっけ。はい、まやっていきたいと思います。いやー、もう待ち焦がれたよ。もう本当に待った。毎年出てたからそれが途切れると本当寂しくなりますよね。なんかその恒例行事みたいになってきてる。あれこれ、あ、表示された。一応日本語になってますね。ちょっとじゃあ字幕も日本語にしといて、でまあ今回は最初だけにしときますね。継続してやるかはまだ分かんないんで、好評だったら続けるみたいなねはい、でいきたいと思います。はい、タイトル画面、はい、アサシンクリードオリジンズなんか出てるな。ちょっと消しましょうか。ユープレイ邪魔ですね本当でなんかいちいち消えるのやめてほしいな。よし、じゃあちょっとさっきやっちゃったんで新しくやってみたいと思います。はい、はい、よいしょ。音大丈夫かな、不安だな。ちょっとゲームの音の方がでかかったりするからどうなんでしょうね。で今回の舞台はエジプトで、エジプト全土をこう再現したと、日本のプロデューサーの方が言っておりましたが、どのくらい再現されてるんだろうね。見るからにも広そうってのは分かってるんだけど、もう早くねピラミッドに登りたい多分シンクロできるんでしょうね。やってみたいのなんのやりたくてしょうがない。もう乗りたい、乗りたいじゃない、乗りたいもあるけど登りたいですね。まずまあちょっと最初なんでムービーは見ましょうか。はい、出た。もう多分この高さんはもう皆勤賞です初代から多分出てらっしゃる高さんだと思います、はい、あ、多分これが主人公ですね。はい、でこの右の人が奥さんです。はい、仲良し。うん、もう前回はちょっとシンジゲートはちょっとおしゃれな感じでしたけど、こっちはまた打って変わって紀元前ですから、だいぶ変わりました、なんか雰囲気も。なんかブラックフラグみたいな感じなんか催し物は、お、なんか見たことある被り物ですね。ファラオだ、ファラオ、かの有名なファラオですよ。あんま知らないけど、ね、ん、何何、ちょっとなんか肌綺麗だね本当。うん、来た。1年後なんだ。シワの目じゃいか。ちょっとなんか字幕の映り方が予想と違う。ファラオを守る者のことではないのか俺はファラオのメジャイではない。ファラオのメジャイ、これが見えるか。ちょっとよくわかんないですね、まだ。自分の名前ぐらい読める、クソ。読みやすいですけどちょっとダサいですよねどうしろ、必ずお前を見つけるぞ。眠られた思うな。お、すげえかっこいい。眠る、うん、俺は眠らない。ああ、俺はただ待っている。かっこいいね、やっぱり。影の中に潜んで、そして残らず始末する。おお、これあの日シワの空気を吸ったの、まずか、お前ら全員をだ。うわ、やったよやった、やりやがった、怖えお、今回はもうシステムも大幅に変わったということですし、で制作がブラックフラグ4の人ですね、制作チームらしいんで。あ、ちょっとフレッシュフレームレートがちょっと落ちてるかもしれません。俺の主人を殺し俺を見逃した、間違いだ。ロックオン。お前の主人は人殺しだと。これでブロック、これか。俺の名誉がかかってる。俺はシワのメジャイだ。シワのメジャイならば相手として申し分ない。だいぶ変わったね本当あ
弱攻撃しか教えてもらえないんだけど。あ、ちゃんと血もついてますね。うわすごい RPG みたいな。素早いな。これ敵かなんか訓練してるかと思っちゃった。うわやべえ、ちょっとなんか立ち回りとか教えてくれ。ちょっと適当に適当に X を押したけど、 X で避けか。最後のメジャーと戦えて誇りに思うぞ。最後のメジャーちょっと覚えておいた方がよさそうですね。うわやべえ、ちょっとやめろよ。ちょっとすごい地引きがすごい。うわ痛いよ。この角度っていうか距離から落ちたらゲームオーバーですよ、従来のアサシンなら。はい、やばいぞ。ちょっとどうする。おっ、うわ死体から盾を剥ぎ取ってからの、いいね、なんかいいよこういうの好きだよ。しばらく棒立ちして。身は守れんぞ。この場所がきっとどちらかの墓場になる。ずるいぞ、ずるいぞ。ちょっとお前のだ。マジか。武器を収めてくれ。殺すと誓った相手はお前じゃない。あ、名誉が全てだ。死ぬまで戦え。仕方ない。ちょっとなんか因縁っぽいのがあるかな、この人と。お、やっぱりもう覚えたぞ俺は。よっしゃ、オッケー、避けたぞ。よいしょ、だいぶ変わったね、ほんとね。いいよ、かっこいい。もう慣れてきた、慣れてきた。慣れちゃった、慣れちゃった。楽しい、楽しい。よっ、ほら、こんなもんでしょう。さすが、華麗な動き。体格差を覆して、刺し殺す。よっしゃ、あの水を元へ行け。まあ、この時代らしい、なんでしょう、比喩、比喩って言うんですか。オッケー。で、お、なんか拾うもの。よくいっちゃった。はい、新しい武器。レベル1、クオリティ。ヘビー、クオリティ6か。ヘビークラブ。だから、青だから、今回はあの、ハック&スラッシュ要素が強くなったって聞いたんで。足場がないな。他の道を探した方がいい。登れるでしょ、こんくらい。アニムスパルス？あれ？まさか鷹の目なくなった？こんなもん担いでどうすんのさ。ちょっと構えるのやめたら。あ、よかったよかった。あったあったあった、ここでしょ、だろ。スカラベはどこから入ってきてる？よっ。上。ちょっと虫嫌いな人はご遠慮。松明。こうか、よっしゃ。おお、すごい、インディ・ジョーンズだよ。砂がすごい綺麗ですよ。わかんないと思うけど、すごい砂が綺麗。うわー、この重複交換がいいですね、また。うわー、素晴らしい。いいね。動きも滑らかになってます。やっぱり時間が経ってるだけあってね。はい、走りたいね。でも、松明掲げてるから、ちょっと進めないか。おお。すごい。この場所が作られたのは遥か遠い昔だろう。おう。ちょっとアニムスパルスって何これ。鷹の目はもうなくなったの本当に。ねえ。使っても何もわからないんだけど。この点かな。よっ。松明持ったままよく動けるな。こっちかな。これ絶対なんか焼けてるでしょ、なんか。こう、松明とって、そんなグリングリンね。アモンよ、許したまえ。すげえ。他に道がない。
従来のアサシンならこんなアイテムサクサク取れなかったぞ。いちいちなんかその宝箱を蹴ってアイテムをかっさらうみたいな。うおーっとっと、これ古代人の遺産だ。おお、すごい気持ちいい。おお、すごい戻っちゃった。こっちじゃないか。まあアサシンならこういくでしょうね。こっちのなんか、なんでしょう、これ、花瓶みたいな。うわぁ、もう楽しくて仕方がないよ、ほんと。よっ。よいしょ。オッケー。いやぁ、どうなの？どう？今のとこ。いいですね。うわぁ。これね、すごいですね。一つ一つがそのきらめいてるっていうか、あー踏んだ感じとかも気持ちいいね。ん、お金をもらっていこうか。これ何がわかんない、アニムスパルス。ここか、よっしゃ。お、まあいろいろ多分こんなとこも二度も来ないでしょうから。はい。あ、これいけるぞ。ちょっと1年前とだいぶ顔違うな。こっちか。よし。あれ、また戻ってきてない、これ。よっしゃ、任せろ。分かったぞ。この長年のアサシンの勘からして、あの木のあのなんでしょう、ターザン的なやつが見えるともうそこは登れるってことと、まあ登れってことですから。そうそうそう、こういうとこね。はい。よっ。はい、警戒のステップで。うわ、すごいなあ。あんまり詳しくないけどなんかわかるもんね。上だ、出られる。映画とかで見るもんね。これいらない、松明はいらない。で、これを登るの。すごいね。傷口から登ってんだ。すげえ。登れる、これ。え、これどうやって登ってんの、これ。なんか切れ込みも何もないところ登ってんだけど、すげえな。進化してくね、やっぱりね。あ、ミスった。あー、しまった。よくあるある、あるよ。登るね。よっ。この壁。壁を破る。えい。えい。原始的、さすが。さすが起源。兵士だ。やれやれ。お。お友達の目台参上。今だ。なんだ。やった。よっしゃ。ヘプテモ。気をつけろ。何。お前か。待ち伏せだ。ターゲットしながら別の敵を切りかかるという。よっ、よく言えたな。だから死ぬんだ。確実に殺してやる。これはちょっと難しい。集団戦がなかなか鬼畜じゃない。オッケー。ちょっと早くエジプトを歩き回りたいよ。結婚しないと厳しいですね。よし。いやー、気持ちがいい。まだ地下しか行ってないけど。新しい友ができたのか。お前のだろう。俺が迎えに来てよかったな。みんな似たような化粧してる。おお。久しぶりだ。和む。すごいヒゲだな。一年ぶりだな、友よ。一年ぶり。やはり戦いに出るのは気分がいい。うん。シワでは兵士に逆らえば死刑か、あるいはもっと。
ひどい。死刑よりひどい、うん、仮面を一人始末した。仮面詐欺だ。これ仲間ですね多分。来い、疲れただろう、休め。おや、早く行きたい。いや必要ない。仮面の奴ら全員の腹渡が砂の上で焼かれるまではな。ひどいこと言うな。まったく、ラクダすごい。ラクダいちいち感動する。呼ばなくていい、俺は走っていくぜ。うわーすごい、うわーすごい、うわー、あ、やばい、怒られる。この世界に怒られてしまう。そこにいたか。ラクダラクダ。いやー、このコブと間のフィット感がすごそうだよね。俺が出てからどんな調子だった。ああ大変だったぞバイク。俺一人で村の秩序を守るんだからな。すげえ。だが兵士たちが駐屯地を築いて支配を始めた。うわー、シワに駐屯地。ストレマイオスは貪欲なんだろうさ。俺も全力を尽くすが限界はある。力を貸してほしい。できることはやる。だが忘れるな、うん、俺には俺の求める正義がある。頼りになると思ってた兄弟よ。かっこいいね。おおすごい、見てこれ。もうほんと足跡すごい。あの踏んだ後の舞う煙がいいですよね。またその感じを出させるっていうか。駐屯地の兵士たちだ。うわ、目をつけられたら近隣ごと燃やされる。それは残酷な世界だ。まあ今まで首切りとか処刑とかはユニティとかであったけど、やっぱ紀元前ですから容赦ないですね。おかえり。中世とかえぐいですからね。よくぞ戻った。お、シワ。なんか2文字のあれが多いですね。なんか名称っていうか。いやー、なかなか。でも最近でも足跡が残るっていうのはありましたけど、こんな綺麗に土が舞うっていうか砂が舞うっていうのはなかなかなかったんで。農場も神々も子供村人たちが活気を失ってる。なんかそんな感じする。毎日尋問されたり脅されたり税金を取られたり殴られたりしてる。いや平均突っ走るすぎだろお前。おとなしくするようになった。見ての通りだ。注意を引かないようにしよう。まあちょっと裕福ではなさそうですよね。なんかこの時代のその裕福っていう存在がどれほどのものなのかっていうのか分かんないですけど、まあなんどことなんか自分の家に戻るのか。ちょっと早く何もない。フリーランしたい。パルクール。トキについて教えてくる。トキ。レデュナムンだ。何者だ。うん、オアシスの悩みの種だ。奴が来てから兵士たちはさらに残忍になった。以前は喧嘩をふっかける程度だったが、メデュナムンの奴が来てから統制が取れて凶悪になった。なら何としても始末しなければな。奴を侮るな。老いぼれてるが力はすごい。神話の民よ。ファラオの神官メデュナムンに逆らえばどうなるか。ナムンよ、見せたよ。やっぱバイク、まあ、この主人公の名前なんですけど、割と英雄扱いされてる感じかな。そいつは遠くへは行かないさ。さあ入ってくれ。降りろ降りろ。よし。ちょっといろいろ探検したいんだよな俺は。いやー戻ってきた俺のアサシンクリードが。いやーまずこういう高いところに登ってね、眺めようじゃないか。この世界がどれほどのものなのかって。うおー、ほほほー、すげーすげーぜ。あ、こっちはいけないのか。橋ですね、割と。ちょっとじゃあ逆方向向いて壁。ちょっと山岳地帯ですね。うわーすごい。こういうのホライゾンで慣れたかと思ったけど、うーわー全然だね。まだまだいけるねゲーム。すげーぜ。うおーおー、素晴らしい景色だ。あっちも行きたいけどね。あっちは砂しかないでしょうから、まあ仕方ないですね。はい、でシンクロ
はい、まあ知らない人のためにってこと、シンクロはこのマップっていうか各エリアにこういう高いところに登るとそのシンクロというアイコンが表示されてそのマップの情報を読み取ることができるんですね。はい、よいしょ、イーグルダイブ。まあ木ですから割と突き抜けてもおかしくないですよね。はい、じゃあどこまでやろうか。まあ休めよ、大変な一日だったろ。休みなど俺には必要ない。お、次はこいつに備えなと。エプテファ、エプテファ、また兵士たちが。お、バルク、ラビア。ラビアか。ああ、心配してたのよ。俺を知ってるだろう、なんてことない。あ、やっぱり切り傷にうちに。ああ、大丈夫だ、座ってね。ほら座って、手当てするから。ほんと心配してたんだろうな。変わってないな、うん、昔と同じ。あなたもアヤもやんちゃで、ご両親も大変だったわ。いろいろあったけど、あなたは頼りになる。ああ、なんかさ、どうでもいいけどひげ剃りたいよね、なんか。うわ、傷だらけだな、ほんと大変だったろうな。1年空いてたってことだからね。またお、休むんじゃんかよバイク。休むんじゃんかよ。さすがほのぼのしますね、こういうとこは。やっと起きたか。目覚めないかと思ったぞ。ああ、うん、これもラビアの手当のおかげか。よく休めたろ、うん、メデュナムは手強い相手だからな。うん、そうだ、これを。お、お、弓か。気に入るといいが。弓か、やったぜ。一番の狙い目は頭だ。お、練習会。えい。片方は頑丈にできてるぞ。あ、これ待って、これ矢は向こうの棚だ。あのね、これよく飛ぶ。押し加減で、あの赤いとこありますよね、ダメージ表示。もう一度やってみろ。ダメージ表示ね、あの赤い部分、あれがね、引くたびにこうどれだけ食らうかっていうのを表示させてくれるんだよ。すげえ、これ、これは今までになかったんですよね。これはいいわ、いろいろ進化しましたね、やっぱり。よし、ヘプテファ、どうした。みんな坊主だね。兵士たちが来るわ。くそ、来い早く。お、誰一人生きたまま家から出すんじゃないぞ。ヘプテファー、お前と話がしたい。やるか。ルジェク様が殺された。お友達のメジャイが関わってるんじゃないのか。どうだ、出てきてちゃんと説明しろ。まあ親族に当たるのは当然ですよね、うん、待ち伏せをしろ。くそ、うん、あれを見られたら家を焼かれちまう。で、俺は処刑だ。大丈夫だ、俺に任せておけ。お、うまいことみんな離れていく。あ、え、なんだ、誰だ。もうバレてやる。近づいてくるぞ。やれ。おい、で、ワイ。お、あとアサシンブレードはまだ持ってないのかな。ちょっと待って、ちょっと確認させてください。ないか、まだコテみたいなのつけてますけど、ないですね、まだないですね。はい、ないです。これはもう弓でしょ。見える場所に死体を放っておくな。お、ちゃんと隠してくれますね。あ、でもあれだ、鷹の目なくなったんだ。本当ちょっと寂しいですけどね。こっそり奴らの後ろに着こう。奴め、驚くぞ。おい、バイク、俺の家まで焼かせるわけにはいかない。まあ、焼く前にやらないとね、ちょっと。よいしょ。お、で、で、で、こいつは、こいつは、あ、おい、誰かいる気がしないか。こいつどうするの、ちょっと持っていけないの。誰かいる気がしないかって思います。ちょっと高いとこ行きましょう。死体持てなかったんだけど、
ケー、強いね。ブレードなくても十分いけますね。よいしょ。ちょっと待て。おいお前、やばい、バレた。報いを受けろ、野田しめ。この野郎、ちょっと待て。武器持って、武器を持って、武器を持て。弓矢外そうぜ。外せないんだけど。やばい、武器ないぜ。あの野郎どもは無遠慮だって言ったろ。信じられない傲慢さだな。そうだね、ひどいもんだ。上に来てくれ。メジャイが果たすべき務めを教える。メジャイってのが今その集団の名前なのかな。アサシン教団じゃなくて、今回はなんかアサシン教団の起源ってなるって言われてたんで。うん、俺一人では皆を助けられない。お前に神の力は備わってなかったか。だが何その問題はあの神様ジョーク。やつがここに来たとき、みな状況はエデンの果実で殴るんかい。俺たちはすぐに真実を知った。殴る相手、それ殴るもんじゃねえぞ。ちょっといろいろなんか未知の力で人の精神を操るやつだ。お前の家族のことが心配だ。もっと安全な場所に移動させよう。あれがお前の倒すべき敵だ。お、かっこいい。敵のことかっこいいって言っちゃった。俺が奴を見つけて始末する。メデュナムは見た目よりずっと強いし、精鋭に囲まれてる。それがどうした、殺されるぞ。あのヒョロ長いのを倒すには鍛えないとな。それから鎧を変えろ。鎧なら自分で作れる。武器はどうする気だ、兵士たちが全て奪っていったぞ。なら鍛冶屋に相談しよう。ああ、ベニペなら作ってくれるだろう。探し物ならセヌもいるぞ。ほんとここら辺プロローグっぽいですね。生きてるのか。2文字が多い。セル、相棒よ。たたたた、足しびれちゃった。ラビアが治療したんだ。彼女に感謝しないと。お、お前が皆を助けるなら皆もお前を助けてくれる。うん、分かった。あ、来た来た来た、よかった。よかったじゃん。よかったじゃん。やっぱ鷹って短命なんですかね。から。重い。レベルアップ。かっこいい。すべてがかっこいい。エフェクトも何もかも。なるほど。ちょっと、ちょっとジオに行きたいんだけどな。開きますね。なんでそんなに急がなくてもいいじゃんか。川を集めよう。よっしゃ、ちょっとじゃあ歩き回って終わりにしましょうか。お、セヌを呼び。へえ、何これ。マークをして、でどうすんのこれ。ソフトレザーを探して、あ、あれか、食事中、あれを狙いに行くの。なるほど。まあそれは置いといて。いやーすげえな、やっぱり。ちょっとまだローブをかぶってないんですけど、まあ一応ストーリー的にはアサシン教団の起源に迫るストーリーらしいので、アサシン教団がどのように生まれて、そこでアサシン教団とテンプル騎士団がどうやって対立していくのかっていうのが分かるストーリーだとは聞いたんで、まあだからこれまでの謎というかいろいろ分かってくるんじゃないかなというシリーズですね。はい。で、今回バイクはこうひげもじゃもじゃですけど、多分後で剃るでしょう。まあ主人公がひげもじゃもじゃっていうのはなんかすっきりしませんし、
はい、登れるなやっぱりすごいな。はい。ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。2年ぶりのアサシンクリードなので、ぜひやってみてください。ストーリーとか気になる方はいると思いますけど、基本的に、このシリーズは現代編とそのこの時代、まあ、編があるんですけど、まあ、現代編のストーリーは別に、まあ、追いたい人は追えばいいですけど、もう最初からやってないと本当にわからない話なんで、ストーリーのことは気にせずこちらのパートやっていけば、ちょっと途切れちゃったの、いけばいいと思いますので、ストーリーのことはあまり気にせずやってみてください。で、システムもかなり生まれ変わってますので、どうなんでしょうか。操作感的には、ブラックフラグなんで、ユニティに慣れてる人はちょっと戸惑うかもしれません。ちょっとボタンの配列もちょっと違うんで、はい、まあ、そこら辺気をつけておけば困ることはないと思います。で、まあ、このグラフィックですからね、はい、ぜひ皆さんやってみてください。それではご視聴ありがとうございました。はい。